はい、キスケです。サクスペやっていきます。今日は投手です。はい。今日は投手です。言うことがあまりもうない。とりあえず500以内入りたい。抜かれてるんでね。あ、でも1万いってないので、まだ。ボーナス同じぐらいだと思うんですけど、投手も野手も。なので、まあ、皆さんは得意な方をやるのがね、いいんじゃないかなというふうに思っております。で、二股なんですよね。まあ金得は気にせず経験点出る方でいっていいと思うんですけど、振り袖はね、アプリ時代からのテンプレに入るレベルなのでいいっすよね。野手で、野手キャラでこんなに投手入れるのってもう本当振り袖か鈴木くんかっていうぐらいだと思うので、いやはやいやはや、あー振り袖の評価はね早めに上げたい。出現機会がね少なめなので、ね、得意練習ついてんだっけか忘れたけど、モードくんもう追いたいっちゃ追いたいけど、モードくんはまあそんなに3人、まあでも3人なので行きましょうか。モードくん自体は、あ、モードくん入れてねえのなんかいつも入れてるもんだと思ってるから勘違いしてる。明日ね、円卓強化が復活するから超楽しみなんですよね。ずっとケンシロウを使いたくて使えなかったので、あの出る前だったのですごく楽しみです。まあ角田を打ってやり方が全然違うのでちょっとね思い出さないといけないなとは思うんですけど、角田を打って花を打って、花気にしなくていいかな、まあ、自然に上がるでしょっていう感じで回復。クリスマスとかはもう角田の方がいいからね、どう考えても。あ、リリース取った方がいいか。軽いな、取っちゃう。はい、うん、ここか、ここだな。うそうそ、そこは通ろう、そこは通ろうよ。回復あるといいんだけどね、俺が知らないだけ。はあ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 、取っちゃいましょう。おお、ナイスコンボ。まだ付き合ってないので、はい、まだ付き合ってないのでって知ったか、こいたけど今ねちょっと不安だった。
確かそんな感じだったなっていう感じだったんですけど、点々取ったでしょ。あんま進めねえな。ブリアン、はい、俺はここだな。告白がそろそろやばいので、まだ、おお、ナイス、すぐ来るやつね。勧誘できないな、やだな。回復する、勧誘しつつ行きたい。モードいるとあ、デッキ入れてたっけってなっていうぐらい、この子は必須のキャラなので、すぐでいいかな。ランスとグルグルしたら多分軽減点はめっちゃ出るような気がするんだけど、ね、多分つうか、まあそれがテンプレなので。はーい、はーい、めっちゃ来るやん守備。はい、告白間に合ってるんでね。無理かな。なんか奪三振がよく来る。なぜ？素晴らしい回復力です。守備いけてるから完封に取ってよし。取るか。おお、守備グルーだねこれは。もう入れよっかな半端ないなこいつの出現率が。ありがとう。あ、いいやつ、そんなくていいのがこいついるから。さなながさなななななな、まだ評価いってないけど、復活。ガチだったら嬉しかったねえ。これデートかな。次で回復して、おお、そっちも、すげえな、こっち。サナナが全然ダメだけど、まあいいでしょう。花む大吉、博多花丸、
博多花丸、ぬえい博多花丸今日でしたね。今日は残念、ついてんじゃねえぞ。よし、ついてないの。これね、内容を知ってる、詳しくね追求しない方が結構いいと思います、うん、俺がついてないよっしゃーって言ってるのも結構変態だね。どうしようかな、ナックルカーバーにしよう。ダンテカーバーみたいに言うてますけども、こっていいかな。いいやん、おそっち。読書でーす、読書でーす。4ターンか。読書でーす。角が怖いな。あんま評価がね、いってないね、やっぱり。うまいっすー。2回目 ?1 回目はーい。悪い人来てたけど、あっちの方が良かったんだよな、俺は。いつまでも言い続けるやつ。根性取りたい。精神溢れてるからな。まだ溢れてはないけど。OK。やべ。やべ、民衆だよね。あ、民衆いらねえ。忘れてた。下選んだ方が実は経験点高いとか、そういうパターン。行きましょうか。あ、やべえ、ミスってる。馬とか食う？なんでやねん。聖杯でもなくだからな、ほんと困っちゃうな。でーす、低め、低めくれんだ、いいね。危ねがいいかな。なんだかんだ一人なるか。大当たりやないかい。守備かな。ちょうどレベル3になるかな、これで。
秘密秘密で来られるとな、もう秘密のアッコちゃんとしか言いようがないんだよね。本当に品徳取れねえんだよ。今余計なこと言ったけど品徳が取れないんだよな。魔王持ち筋力ない。行こうか。崩壊だねこのレベル3祭り。くるー、あ、こくられた、やばい。何この精神、鬼じゃん。精神がやばい。行きますか。これもいらない、真ん中はもういらないから。どうなんだい。デートできる、デートした方がいいよな多分。搬送できるといいんだけど。この間を与えてくれるかどうか。優先か。精神いらないもんな。逆にデートのパターンじゃないか。食わすのあるかな。精神上昇、この辺全部直だなマジで。はい、やりましょう。やべえ、先発ってる。めんどくせんだよな。精神が、ケツ上がり取るかな。もうケツ上がりぐらいしかないよね。はい、頑張れ。これバント封じ持ってたのにダメだ。そして直すのせいです。違う。
やめてやめて。しかも二塁打で追撃してくる。オーケー。ダンジョン、パーサカでダンジョンやってますよね。ちょっと楽しいって、久々にやるとちょっと打たれるんですけど、助けて。まあでもよく頑張った。オーケー。おどす。ギリギリセーフかな。あ、オッケーオッケー。強いね、回復あるからいけるね。いい感じで回復があるとすごいいいんですよね。で、人が欲しいよ。はあはあ、2人ね、こっちか、こっちか。やめてー。あか、まだ2回目か。伝達なはなは。印象がくそ余ってるので、いや、まだダメか。はーい、足んねー。もういっか、あと1ヶ月回復して。意外なやつ。えい、こいつバッティングえぐい。マジ？ここはデートでいいかな。あ、ってことはサナいけるね。あざーす。練習渋かったらデートすればいいけど。OK でーす。はい、渋いね。最後ぐらい行きたかった。この子金徳どうなったんだっけ。調べるに決まっちょるげ。あ、ジャスフィか。ジャスフィ
ャストフィートフィ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 、あれデート、最後がプレゼント選べばいいだけね。はい、これ強いな。あれ大丈夫だよね、いける。変態自在強打者と言ったか、はい、こんな感じで変化ターン。どんだけ抑えられるのかはちょっと気になる。140キロしかないんだよね、怖いな。ちょっと決勝からピンコで行きたいな。お待たせいたしました。よいしょ。点はね、まあそこそこ取ってくれるんだよ。もう一個バントボーイ。嬉しい。ストライク1、ストライク2、よいしょい。なんか打球が上がってくね。なんかそういう得能を持ってたわ。フライみたいな。あざっす。抑えれそうだな。大体が見たいだけだからそんなに、うーん、7600だったら行かないとダメかな。逆に特ノーマンにしとこうか。こいつも敏捷入るんだね。なんかエビルで活躍しそう。ほんとこいつは何トルなんだよな。いや頑張れ、どうせ更新できないからこれじゃ。投げました。内角低め、外れてボール。投げました。インコ空振り。タイミング合いません。投げた。パームはボール。ダメだな。投球はこれから6球目。ああバカ。打ちました。いい当たり。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。ストレートはボール。助かった。投げた。こいつはマジで気をつけないとやばい。第3球を投げた。空振り。おっしゃ。よっしゃい。空振り
あ、ゲゲ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 、お、ラッキー。炎上すんな、炎上すんな、オッケー。ラッキー。うわ、今やられた。これは怖い。マジか。タイミングがマジで悪魔。角田さん、はい、じゃあじゃあ、いやマジタイミングが悪魔なんだけど。悪魔だなマジで。マジかつらお待たせいたしました。エンタ負け越しのピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面で手使う。空振り、タイミング合いません。投げた、打った、当たりがセンター前、クリーンヒット。鉄川ナイスバッティングです。円卓なおも何いいバッティングしてんだよ。円卓勝ち越しを許します。2対1。直球決まってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、低め外角ストライク。第4球を投げました、ストレート。空振り三振。バッターはピッチャー鉄砲塚。決まってストライク。1球目ストライクから第2球、バントナイス、ナイス取りました。送りバント失敗。これで2アウト、ランナーは1塁2塁。マジでない。ボール、外角低め投げました。変化球ストライク。インローへ追い込んで投げました。ギリボールを振らせたいんだっけ。空振り三振。頼む頼む頼む。オッケー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 。偉い偉い、君たち偉い偉いけど彼女たちどうなるか分かんない。角田、角田、うん、とりあえずお前だけ、お前だけでも。はい、頼む、頑張れ。どうしよう、重い球とか取ってみる。はい、あー怖い怖い。精神がやっぱすごい余ったね。お待たせいたしました。結構頑張ってる。ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、ブ、今日は三振とショートゴロ。怖えわこれ。投げました。見送ってストライク。投球これから4球目。おっしゃ。打ちました。ファースト左横のスライムになりました。取りました。特能がまあまあ効いてると思う。で、あ、角田いったね。足りっかな。チーム取ろう。手応えは最後もらえるから、はい、頑張れ。お願いしますお願いします。操作したくない、操作したくない。1万ぐらいいってくれたら助かるんだけどな。操作したくない。終われ、終わんない。源田先制のピンチです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で内山、今日はセカンドゴロとショートゴロ。第3球を投げた、おっしゃ振ってる。第4球を投げた、いいっすよ。
低めの変化球です。バッターは9番宮田。今日は三振とライトフライ。第2球投げた、ストライク。投球は3球目投げた、内角低めいっぱい、ストライク。内角も外角も持ってるからな。アウトの際どい球、ボール投げました。投手は内角も外角もあるのに、取れるのにインコースアウトコースは取れないっていうね。エンタク先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で北岡、ネクストバッターサークルには小出。第3球を投げました、ナックルカーブ見送ってストライク、ね、インコースもアウトコースも両方得意なやついるじゃん、ね、投げました、ナックルカーブ見逃し三振。バッターは途中から入っている小出。エンタク、ここでピンチ、初球からナイスナイス、スライディング、勝て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 、おえい、負けた。いやまあ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 経験点がね。あーでも50点オールぐらい違うんだよね、決勝勝つかどうかで。勝って20点でエピローグで30点オールでしょ確か。どうですか、あ行ったじゃん、サンキュー。あお前もか、スバラスバラ、結構いったんじゃないですか俺。おい1万点はいった。上位だと1万やっぱ1000、2000って感じっすよね。まあ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 こんな感じってことね。変化球もう一個取らずに77でどうしよう。クイックいるか、よし、プロファイ、まあしょうがないね、補給あげよう。こんな上げれるぐらい精神が余ったって、まあ同じっすね、まあ、全然あれには入れないですけど、投手でも頑張ればこんぐらいはいけると。まあでもやっぱ勝てるかどうかっていうのがむずいっすね、そこが本当運の要素なので。いくつこれ、4万はいくのかな、ギリはい、ちょっともうちょっと俺頑張んないとダメみたいでございます。はい、野手かな、どっちがいいのか分かんない。今んとこ同じぐらいなのでボーナスは多いのかな、こっちの方が。はい、ちょっともうちょっと頑張りたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では皆さんピースな一日を、バイバイ。